はいどうも、料理のおじさん、リュウジです。はい、今回はですね、ちょっと最近野菜が、不足してましたので、ちょっとね、野菜料理の方をやっておこうと思うんですけども、今回はですね、包丁使わないで人参のね、しりしり、はい、レンジでできる人参のしりしりっていうのを、作っていきたいと思います。はい、それでは材料説明いきたいと思います。ですね、人参1本、だいたい140から 150g の人参が1本です。あとですね、卵が1個です。あと、さっきの撮影の飲みかけの、プレモルが1本です。はい、プレモル1本です。はい、これ飲みながらやっていきます。いきましょう。まずね、今回ちょっと僕には珍しいんですけど、こういうような道具を使っていきます。これの方がね、超楽なんでね、千切りとかではないけど、千切りの場合はこう斜めに薄くスライスしてから、どんどん千切りにするやり方がいいんですけども、包丁ね、使い慣れてない方とかはね、面倒くせえなと思うと思うので、今回はね、この千切りスライサーを使っていきたいと思います。はい、ちょっとね、慣れてない方怖いと思うんですけども、大丈夫、怖くない。はい、いきます。こんな感じね、こんな感じ切れる、便利ですね、これね。僕もね、この間初めて使ったんですね。そしたらめちゃめちゃ便利だなと思って、知り合いのね、編集室からもらったんですよ。こんな感じですね。ちょっと途中経過見てみますか。ほら、ほら、こんな感じでできるんですよ。これ一瞬ですよ、これ。すごくないですか、これ。絶対買った方がいいから、これ。あ、でですね、僕の場合、人参の皮、切ってないんですね。はい、人参の皮っていうのはですね、これぐらい千切りにするとですね、全く気にならなくなります。なので、つけたままでいいです。てか、基本、人参料理は大体つけていいです。はい、もう着たい人は向いてください。栄養もね、ありますので、で、内容量が減っちゃうんですよね。まあね、あ、もうここぐらい、まあ、もうちょっと、はい、ここぐらいまでできますんで、トントントン。はい、じゃあ、これいつも使ってる耐熱容器です。ここにですね、人参さんを全部入れます。はい、ここにですね、調味料入れていきます。まず白だしです。大さじ1です。はい、お酒です。大さじ1です。はい、ごま油です。大さじ1です。はい、あとですね、お塩少々の胡椒少々です。はい、このままですね、ここに卵をね、割り入れちゃいます。あ、落としたか、やべ、違った、失敗しました。これどうする、これ。あ、じゃあちょっと待って、放送事故、放送事故、放送事故だけど、やっちゃいます。皆さんね、このままね、混ぜちゃってください。ちょっとこれ成功するか分かんないです。成功しなかったらサブチャン行きです。失敗ぐらいあるよね、もう全部覚えてないんだから。本来のレシピだとこれ2分間チンした後にやります。はい、なんですけども、もう卵混ぜちゃった。だからこの状態でできないかどうか、ちょっとこれから探ります。でもね、1回やって、やるより一発出てきた方がいいもんね。よーく混ぜてくださいね。はい、これはね、なんかもう卵かけ人参みたいになってますけども、これをですね、なんとかレンジで食べれるようにしたいと思います。じゃあね、ラップしてね、元レシピだと2分の後に、1分30秒加熱するので、これで3分加熱します。そうするといい感じでできるんじゃないのかなっていうふうに思います。3分経ったものがこちらです。ちょっとね、初めて作ったんでね、ちょっと僕の失敗もありきりなんですけど、これね、一発でできたらすごくないですか。だって今まで途中で卵入れてたりしてたんですよ。で、これがね、一発でできたら、これってレシピの進化ですよね。もうちょっとやる。もう1分やらせてくれ。合計4分やってますね。ほら、これはいいんじゃない、これ。で、食べてみてですね。できてる、進化しました。はい、僕の人参シリシルデラックスマークエディション、2です。はい、ということで、レンジでできる人参シリシルの完成です。はい、それでは、早速食べていきたいと思います。いやー、完成しましたね。一時はどうなることかと思いました。はい、でも失敗をカバーするのも料理をね、する人の課題だと思いますんでね、諦めないでください。決闘できます。はい、いただきます。うまい。普通にね、作ったのとあんまほとんど遜色ないです。めっちゃ美味しいです。そう、僕ね、実はニンニク嫌いなんですよ。何が嫌いかっていうと、匂いがあんま好きじゃないんですね。まあ、食感もちょっとホクホクしたのがあんまり苦手なんですけど、香りがすごくダメで、これ人参のしりしりっていうのは沖縄料理なんですよね。結構しりしり器っていうのがね、こう千切りみたいなしりしりにしてやるっていうレシピなんですけども、
ここでねごま油と今回白だしとお酒でね味付けてるんですけども、本当にこう人参の独特なね匂いあるじゃないですか。あれがねごま油のおかげで、消えております。まあ人参の香りが苦手だっていう方はすごく美味しくいただけるんじゃないのかなっていうふうに思います。味もねかなりねしっかりついてるものになりますので、本当におかずで召し上がっていただいてもいいですし、まあ、とにかくね人参はベータカロチンとかねそういった栄養素がすごく豊富ですので、子供がねよく言われるんですよね、人参食べなさいっていうふうにね、でも僕は人参がねあんまり好きだなって大人になるようになって自分の好みの味付けをするようになって、すごくねいろんな野菜が食べるようになりました。かなり克服しました僕。最近はね梅干しも食えるようになりました。ただ、そのままだと、また食えないです。なんですけど料理に入れることによって、味を自分好みにすることによっていろんな料理が食べれる、いろんな素材が食べれるっていうのがですねすごくね、料理することの利点じゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。ごめんなさい、なんかちょっと真面目になっちゃいましたね。なんか人参と卵だけじゃちょっと寂しいなって方はですね、まあ、仕上がりにですねツナを混ぜていただいても構いません。ツナとかシラスとかハムとか、ね、千切りハムとか入れてもねすっごい美味しいのこれ。でもねこれ本当に僕が好き嫌いを、まあ、まだ苦手とかねあんま好き嫌いっていうのは一応あるんですけども、ある程度克服して食べれないっていうものはあんまりなくなりましたよね。こういうやり方をやればいろんな食材が楽しむことができるっていうですね、一つのライフハックとして、考えていただければなっていうように思います。今日はねいろいろ放送事故みたいなのありましたけども、まあ人間なせばなるということで、こちらのね人参しりしりマーク2ぜひぜひ、作っていただきたいなと思います。はい、それではですね今回の動画作ってみたいなとかですね美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。